ビーバーダム、クリークの戦い。ビーバーダム、クリークの戦い。ビーバーダム、クリークの戦い。A、バトルオブビーバーデカメートルクリーク。または、メカニクスビルの戦い。A、バトルオブマッケニクスビル。あるいは、エラーソンズミルの戦い。A、バトルオブエラーソンエス・ミルは、南北戦争初期の1862年6月26日、バージニア州ハノーバー軍で行われた。 7日間の戦いの最初の大きな戦闘である。南軍ドバートイリー将軍は、北軍ジョージ・マクレラン少将の地下ホミニー川北岸に、あった右側面に対してその構成を始めた。南軍 AP ヒル少将が、DH ヒル少将支配下の旅団の一つに、支援されてその師団を投入し、ビーバーダム、クリークの背後に退いていたフィッツ・ジョン・ポーターの、 第五軍団に対して一連の見ない攻撃をかけた。南軍の攻撃は大きな損失を出して撃退された。しかし、ストーンウォール・ジャクソン少将のシェナンドー警告士団が北西から接近しており、翌朝サポーターはゲインズミルのすぐ向こう、ボースン・クリーク背後の陣地まで後退を強いられた。1862年6月1日に終わったセブン・パインズの戦いの後、 北軍ジョージ・マクレラン少将に指揮されるポトマック軍はアメリカ連合国首都のリッチモンド郊外に消極的に座ったままだった。南軍北バージニア軍の指揮官に新しく指名されたロバート・イーリー将軍はその月を自軍の再編成と首都から北軍侵入兵を追い出すための攻勢の準備に没頭した。リーは援軍も求めた。ストーンウォール。 ジャクソンのその4個師団、この時は、チャールズ・ S ・ワインダー巡将が指揮する、ジャクソン師団、およびリチャード・イーウェル少将、ウィリアム・ H ・ C ・ホワイティング巡将、D ・ H ・ヒル少将の各師団が、その成功したバレー方面作戦に続いて、シェナンド渓谷から6月25日に到着した。北軍は、雨で膨れ上がった地下ホミニー側にまたがって、陣取っていた。軍の大半、 四個軍団は、川の南で半円を描いて配置されていた。残りのフィッツジョンポーターが指揮する、第五軍団は、川の北、メカニクスビル近くにあり、ビーバーダム、クリークの背後で南北に、また地下ホミニー川に沿って南東に、L 字型に戦列を作っていた。D の作戦は、自軍の大半を連れて地下ホミニー川を渡り、北軍の右側面を攻撃し、 マクレランの優勢な軍勢に対してはわずか2個師団、ベンジャミン・フーガー賞賞とジョンビー・マグルーダー賞の各師団を残豪戦で守らせておこうというものだった。このことで約6万5千名を集中させて3万名に対抗しわずか2万5千名でリッチモンドを守って北軍の6万名を抑えるということだった。慎重な行動を要求する危険度の高い作戦だったが D は北軍に対して損耗戦あるいは包囲戦では勝てないことが分かっていた。南軍の JEB スチュアート准将の騎兵隊がポーターの右側面を偵察し、6月12日から15日の北軍全体について大胆ではあるが、軍事的には意味のない一周行動の一部、そこが弱いことを見つけていた。マクレランはジャクソンの到着とアシュランド駅にいることに気づいていたが、 川の北にいるポーターの脆弱な軍団を補強するために何もしなかった。リーの作戦ではジャクソンが6月26日早くにポーターの北側面を攻撃開始することが要求された。AP ヒル少将の警視団はジャクソン軍の法制を聞いた時にミードを橋ーーから前進しメカニクスビルから北軍の前哨隊を追い払い続いてビーバーダムクリークに進むこととされた。 DH ヒル少将とジェームズ・ロングストリート少将はメカニクスビルを通過し DH ヒルはジャクソンをロングストリートは AP ヒルを支援することとした D はクリーク背後の北軍残豪戦を攻撃しなければならないとは予測せずジャクソンの側面回り込みでポーターがその戦線を放棄することになると予測した川の南ではマグルーダーとフーガーが北軍4個団の前で G 行動を行い欺くこととされた。D の複雑な作戦はすぐにつまずいていった。ジャクソン隊は最近の作戦行動と長い行軍のために疲れており、予定より少なくとも4時間は遅れて進んだ。午後3時までに AP ヒルは我慢できなくなり、命令なしに1万1000名の部隊による正面攻撃を始めた。北軍ジョージ・エマ・コール准将の師団が交代を、 強いられた。ポーターは、ジョン・ H ・マーティン・デールとチャールズ・グリフィン各巡賞の旅団をマッコールの援軍に送り、その右側面を展開して強化した。ポーターは交代し、ビーバーダム・クリークとエラーソンズ・ミルに沿って、軍を集中させた。ここに一万四千名が残豪船を敷き、六箇所の砲台の三十二門の大砲に支援され、繰り返し南軍の攻撃を撃退し、 少なからぬ損害を与えた。ジャクソンとその部隊は午後に到着したが AP ヒルや DH ヒルの部隊を発見できず何もしなかった。主要戦闘は耳に聞こえる範囲で荒れ狂っていたがジャクソンは夜のために露鋭の準備を命じた。ジャクソンは攻撃しなかったがその陣地がポーターの側面に近かったのでマクレランは暗くなってからポーターに5マイル東の 防寸湿地の背後まで尻くように命じた。マクレランはその右側面に南軍が集結して地下ホミニー川北の供給線、リッチモンドヨーク川鉄道を脅かすことを心配し、その供給基地をジェームズ川まで動かすことに決めた。また川の南でのフーガーとマグルーダーによる G 行動は自軍が勢力で負けていることを意味していると思い込んだ。これは 自軍に物資を供給する鉄道がなければ、リッチモンド包囲を諦めなければならなくなることを意味、したので、非常に重要な戦略的判断だった。AP ヒルはこの時、ロングストリート隊と DH ヒル隊を後にして、その攻撃を続けていた。ただし、D からはその陣地を守れという命令が来ていた。ヒルの攻撃は、大きな損失を出して撃退された。この戦闘は、 全体的には北軍の戦術的勝利であり、南軍は大きな損失を出しながら D の作戦の重大な不備を伴う実行のために具体的目標のどれも達しなかった。6万名以上の部隊が敵の側面を潰す代わりにわずかここ旅団に約1万5千名が戦闘に参加しただけだった。その損失は1.484名であり、 対するポーター隊は361名に止まった。リーの参謀はリーが、ジャクソンの行動によって、深く、ひどく落胆したが、一疎通の断絶、リーからのまずく書かれた命令及び、リーの部下達大半に共通する判断の誤りが、非難されるべきでると、回想した。しかし、北軍はこれで短期間成功したものの、これは、 半島方面作戦の戦略的失敗と振り出しに戻る行動の始まりだった。マクレランはその軍隊を南東へ退却させ始め、その後も主体性を取り戻すことはなかった。7日間の戦いの翌日はリーがゲインズミルの戦いで再びポーター隊への攻撃を始めることに続いた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。